サンフレッチェ広島と育成業務提携を2027年まで延長したドイツ一部ケルンの社長であるマルクス・レヤエック氏とアカデミーダイレクターのルーカス・ベルグ氏が来日。4月10日には都内で記者会見に応じた。2人は7日に広島の新スタジアムであるエディオン・ピース・ウイング広島、エディオン・ピース・ウイング広島で行われた J1 リーグ第7節の湘南ベルマーレ戦2-0を観戦し、そのスタジアムにも感銘を受けたという。レヤエック社長は、広島という街は独特な歴史があり、今回初めて来日して改めてこの目で見て勉強させていただきました。スタジアムでは千田慎吾社長が自らスタジアムツアーを行ってくださいました。何よりも平和への願いが素晴らしく大きく伝わってきました。ケルンに帰っても伝えるべきところだと思っていますと、人類史上初めて原子爆弾を投下された都市である広島の新スタジアムの強いメッセージを語った。またスタジアムとしての機能についても言及し、たくさんのスタジアムを見て勉強されたのがすぐに分かりました。例えば観客席の作りはイングランド式の作り方でしたし、VIP ルームも欧州と似た作り方をしています。たくさん研究されて作られたことを感じました。雰囲気もすごく良かったですし、スタッフのおもてなし、親切さにもびっくりしました、と振り返り、最後に、試合後も本当に綺麗で、ゴミが一つも落ちていないことには驚きました。ドイツでは、考えられません、と、ファンサポーターがゴミを自分たちで片付ける風習に衝撃を受けた様子だった。カタールワールドカップ、W 杯、など、国際大会でもたびたび話題になる日本人サポーターのゴミ拾いだが、ベルグ氏も試合後もしばらくスタジアムに残っていたのですが、スタジアムが本当に綺麗でした。観客がゴミを拾って帰るのは驚くべきことです。清掃する人もいらなくなるだろうなと思いました、とコメントした。逆にドイツに当たり前にあって、日本のスタジアムに足りないものを聞いたが、ベルグ氏は社長が答えている間に、しばらく考えさせてもらいましたが、良い答えができそうにありません。何もなかったからです。すべてがありました。行くまでの道からして、ドイツではカオスですが、街中のスタジアムにストレスなしで行くことができました。スタジアムに到着してからも雰囲気は素晴らしく、観客の熱気、歌や応援も素晴らしかった、と絶賛した。なお、ドイツはビールの本場だが、提供されていたビールについても、グッド。と答えており、満足度は高かったようだ。